伝説の大陸は古代から中世にかけて様々な神話や伝説、哲学的な物語に登場してきた。実在が確認されていない架空の大陸です。これらの大陸は人々の想像力をかきたて、冒険や失われた文明、未知の世界を語る物語の一部として描かれてきました。レムやレムリアはインド洋または太平洋に存在したとされる架空の大陸です。ムー大陸と似たような伝説を持ちますが、異なる文脈で語られることが多いです。概要、19世紀に動物学者フィリップ・スクラターがマダガスカルに固有の動物種がなぜアフリカやアジアに分布しているかを説明するためにレムリア大陸の存在を仮定しました。彼はこの大陸が動物たちの移動の橋渡しとなった可能性があると提唱しました。その後、新知学などの神秘主義的な運動において、レムリアは精神的に高度な存在が住んでいた場所として取り上げられ、超常現象や精神世界に関連付けられて語られるようになりました。解説、レムリアは科学的仮説として始まったものの、その後オカルトや神秘主義に影響を与え、精神的な進化や超古代文明の話題につながりました。多くの物語や創作物で古代の知識が眠る失われた大陸として描かれています。信じるか信じないかはあなた次第です。